モンドビア、モンドビア、モンドービア、モンドビアともはアフリカにあるリベリア共和国の首都である。人口は101万970人、2009年。モンドビアはリベリア最大の都市であり、同国の政治、経済、金融の中心である。リベリア内戦で攻撃を受けており、いくつかのビルが破壊された過去がある。1560年代に、 ポルトガル人口開始によってこの地域がメスラド岬と名付けられた時、すでに先住民のクルー族などの部族が居住していた。アメリカ人解放奴隷が自給自足できる既存のフリータウンのような植民地を設立することを目的とし、アメリカ植民地協会の支援により、1821年にアメリカ合衆国からの最初の居住者がアフリに到着した。 同協会のロバート・ストックトンが、クルー族の主長ピーター王との銃などの品物交換の交渉というよりもストックトンは、ピーター王に銃で脅して売買しようとしていたで、モンロビとなる土地を手に入れ、アメリカの解放奴隷の黒人たちが、現地のプロビデンス島、プロビデンスアイランド、現在のシエラレオネに初上陸した。入植事業は、困難を極め、多くの居住者が亡くなった。 1822年、第二陣の船が先の居住者を救出し、彼らをメスラド岬に運び、クリストポリス居住区を創設した。1824年、アメリカ大統領のジェームズ・モンローにちなみ、居住区の名前がモンドビアに変更される。アフリカ系アメリカ人解放奴隷をリベリアに搬送したこの植民の有力な支援者たちは、アメリカ大陸で奴隷を解放するよりも、 アフリカ大陸へ入植させる方が好ましいと感じた。なお、アメリカ合衆国以外の国の首都名が、アメリカ大統領の名前にちなんでいるのはモンロビアだけ、ある。1845年、モンロビアは、2年後に独立国リベリア共和国の憲法を取る草案を作成した、アメリカ植民地協会が主催した憲法制定会議の場所となった。大西洋とに囲まれた場所にある、 港湾都市である。北緯6度19分、西経10度48分に位置する。欠片の気候区分で熱帯モンスーン気候に区分される。モンドビア港は多数の船舶やドックを有しており、ゴム、鉄などを海外へと輸出している。リベリアはベンギチ赤国として有名だが、その場合の船赤港は、ほとんどの場合モンドビア港となる。市内から60キロ離れた場所に、 ロバーツ国際空港がある。この空港は第二次世界大戦中にアメリカが建設した空港である。空港名は初代リベリア大統領のジョセフ・ジェンキンス・ロバーツにちなんでいる。観光地としては1958年に建てられたリベリア国立博物館がある。アメリカ植民地協会の支援のもとアメリコ・ライベリアンにより1867年に 建てられたマゾニック寺院は、リベリアのフリーメイソン支部であり、アフリカ唯一のフリーメイソンの建物である。1980年の軍事クーデターが起こるまで、リベリアの政治において、数々のアメリコライベリアン出身の大統領や、政治家や著名人を生み出し、サミュエル同政権時は弾圧され、活動縮小に追い込まれてきた。1989年以降の内戦の影響で、 ほぼ廃墟と化したが、内戦終結後の2005年から一部修復され、活動を再開しており、建物全体の修復計画がある。また、2014年以降に、同国で起きたエボラ出血熱流行では、医療室のベッドの数が足りないため、建物が病室代わりに使われた。なお、モンドビアにある医療施設は屋などがある。1965年に建てられたテンプル街道。 は、リベリアの国会議事堂で、当時の最新スタイルの大きな建物であり、内戦の被害は、多少受けたが、比較的、少なかった。インターコンチネンタルホテルズグループが運営し、1964年から、建設が始まり1967年に完成した、デュコールパレスホテル、は、プールも完備したリベリア最大を誇る、高級ビジネスホテルだった。しかし。か 1989年以降の内戦により破壊され、現在は完全に廃墟となっている。内戦終了後の2006年頃からリベリア政府が廃墟となったホテルを新しく修復しようと計画しているが、コストなどの問題で何度も延期され、未だに修復するか決断できないでいる。2010年にリビア政府がホテルの修復計画の支援に乗り出していたが、 リビア内戦の影響でカダフィ大佐の死後、リビアからの支援は凍結されている。他のホテル施設は1979年のアフリカ統一機構の会議が取材されたホテルアフリカガール。1990年に内戦でホテル内で戦闘があり破壊された。廃墟となったが2009年に南アフリカのコンソーシアムによる1億ドルを投資する修復計画があった。 ウォーターサイド市場、ウォーターサイドマーケットなど、教育施設2862年設立の国立リベリア大学、米国聖公会の機関であるカッティントン大学などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。